皆さんこんにちは、リキューです。今回の動画は HDMI について、以前 HDMI 2.1 のチップのバグの問題、こちらのチャンネルでご紹介しました。それについては各メーカー対策をして今落ち着いているんですが、なんとその HDMI 2.1、また新たな問題が発覚したとメディアが報道していました。そちらについて簡単にまとめてご紹介したいと思います。ご視聴の前にこちらの注意事項をご確認ください。今回の情報はメディアによる報道です。ご覧のように、こちらはドイツのメディアですが、HDMI 2.1 のバグの情報を紹介しています。こちらの内容についてお話しする前に、以前発生していた問題についてもう一度振り返ってみたいと思います。まずこちらのチャンネルで最初にご紹介したのが、2020年の10月末ぐらい、HDMI 2.1 のチップのバグで、4K120p の動画を映す際に問題が発生しているという情報をお届けしました。その後この問題について11月にも続報をご紹介しました。12月にも同様に。そして翌年の2月にはこの問題への対策が施された AV アンプが発売されるという情報をご紹介しました。そして問題発覚から半年ぐらい経過した5月、すでに出荷済みの製品についてどう対策していくのか、それについてメーカーが情報を出し始めました。新製品については問題がないこともご紹介しています。そしてヤマハについては、なんと基板交換をするという情報をご紹介しました。そしてデノン、マランツ、サウンドユナイテッドの各メーカーについても対策済みの製品の出荷が始まるという情報をお届けしました。そして最後なんですが、ヤマハの基板交換、それをしても帯域の制限が残る、そういう情報もご紹介しました。こんな感じで約1年間にわたってこの HDMI 2.1 のバグの問題ご紹介してきていまして、これ2021年の夏ですからちょうど2年ぐらい前になります。その後は特に問題なく落ち着いていたんですが、今回新たな問題が見つかってしまったということです。こんな感じで経緯ご紹介してきたんですが、この2年前の問題というのは一体何だったのかと言いますと、具体的にどんな問題だったのか、こういう感じで一番左側は今回 Xbox 置いていますが、 HDMI 2.1 のソースです。そして一番右側がテレビ、これ直結する場合は問題ないですが、間に AV アンプを挟んだ場合、この場合で問題が発生していました。それぞれに HDMI 2.1 を処理するチップが載っているんですが、この各チップにおいてデータ通信をどういうルールで実装しているか、それが若干異なっていました。具体的には AV アンプだけ少し違っていたということです。これによってソースから出た信号が AV アンプを伝わってテレビに入る際、4K120fps の映像が画面に映らないという問題が発生していました。結構致命的な問題ですよね。で、これに対して AV アンプのメーカーがどう対処したのか、これについてはメーカーによって対策が異なっていました。まずサウンドユナイテッド、デノンとマランツですね。この2社についてはコンバーターを無償配布する、そういう対策を行いました。このコンバーターを間に入れることで画面が映らなくなるという問題を解消することができます。そしてヤマハの場合はさらに踏み込んだ基板交換という対策を実施していました。これらの対策によって一応ですね、出荷済みの製品についても画面が映らないというような問題は回避できるようになりました。この問題があって2年間経って、今回先ほどのドイツのメディア、どんなことを報道していたのか、そちらをご紹介したいと思います。まず1つ目、ほとんどの AV アンプはヌボトンという、あまり聞き慣れないかもしれませんが、これもともとはパナソニックの半導体事業の子会社があったんですが、それが台湾メーカーに買収されてこういう会社名に変わっています。ですので中身はパナソニックの半導体事業です。現在 HDMI 2.1 に対応している AV アンプのほとんどはこのヌボトンの HDMI のチップを採用しています。そしてその HDMI 2.1 のチップ、当然ですが HDMI 2.1 の仕様に基づいて QMS という機能を実装しています。これが何なのかは後ほどご紹介します。そしてもう一つ今回登場するんですが、LG が今年発売するテレビ、これは HDMI 2.1A という最新の仕様、これを使って QMS を実装しています。で、この HDMI 2.1A っていうのは、
最近ですね、発表された最新の HDMI 規格なんですが、実はですね、HDMI 2.1 との差はそれほどありませんで、SBTM という技術、ソースベースドトーンマッピングという技術なんですが、それが新機能として加わっています。それ以外については新しい機能実はありませんで、既存の HDMI 2.1 の仕様を一部明確化を行っていると。ほとんど違いがないので A がついただけということになっています。なんですが問題はこの明確化の部分です。つまり裏を返せば HDMI 2.1 の仕様には一部不明確な点があったということです。で、問題になるのが HDMI 2.1 と 2.1A この2つの差です。その2つの差が原因でヌボトンの QMS そして LG の QMS それぞれ 2.1 と 2.1A の仕様に基づいて実装されています。この両者の間に互換性がないということが今回メディアで報道されました。で、この互換性がない問題についてはメディアが HDMI ライセンシングという団体に連絡をしてそこの CTO の確認も取っているということです。そしてこの問題ファームウェアのアップデートでは解消ができない問題であるということ。そして、ヌボトン。今の開発ロードマップでは、新しい HDMI 2.1 のチップを出すのは、2026年の計画になっています。なので、それまでは HDMI 2.1 の新機能である QMS は動かないということになります。これについては、AV アンプのメーカーも実は把握しているようであるということもメディアの報道に載っていました。その証拠として挙げられていたのが、デノンの AV アンプ X4700H。これは2020年に発売されたモデルです。この取扱説明書のこの部分ご覧いただくと、右から2番目に QMS という情報が載っています。つまり、X4700H は QMS の機能に対応しているということになります。そして、つい先日発売されました X4800H。この同じページを開くと、なんと QMS という表記が消えています。つまり、最新の機種から QMS 対応の機能がなくなっているということです。これは機能を省いたということではなくて、搭載しているチップが最新の 2.1A の QMS と互換性がなくなってしまった。それによって対応を謳うことをやめた。そういうことじゃないかとメディアは推測しているようです。で、やっと QMS の説明なんですが、一体 QMS って何ということなんですが、これクイックメディアスイッチングの略でして、どんなものか簡単にご説明すると、例えば Netflix のような動画の配信サービスあります。これトップページだと思ってください。この中で一つのコンテンツを選ぶと、そのコンテンツの紹介ページみたいなところに遷移すると思います。そして再生ボタンを押すとプレイヤーの画面になります。こんな画面フローになるかと思うんですが、Netflix の場合最上位プランであれば 4K60p が基本かなって思います。これはトップページでも動画の紹介ページでも実際の再生画面でも同じような感じになります。ただ映画のコンテンツの場合一部24フレームの作品もあったりします。Netflix はあまりないかもしれませんが、Amazon プライムとか Apple のサービスなんかは比較的多いかなって思います。こういうフレームレートが変わる場合、現状の HDMI であれば、だいたい2秒前後のブラックアウトが発生してしまっています。この間に HDMI のハンドシェイクが行われています。こういう一瞬のブラックアウトっていうのはなかなかですね、びっくりする時もあるんですよね。意外と時間が長く感じて大丈夫かなって不安になることもあります。このようにフレームレートが変わる時のブラックアウト、それを防ぐのが QMS です。QMS 対応の機材同士であれば、それを使ってこういうことが実現できるということです。で、今までのお話をもう少し時系列にまとめてみました。これによって状況がよくわかるかなって思います。まず、HDMI 2.1 の規格、最初に発表されたのはかなり前です。2017年の1月、6年以上前のお話です。その後、実際に規格がリリースされたのは2017年の11月です。この時に、ここに書いてある通り、VRR、QMS、QFT、ALLM、EARC、ほぼすべての仕様がこのタイミングで公開されています。そして、
この規格の情報を使ってチップセットメーカーは実際の HDMI 2.1 のチップを設計して製造するわけです。それを行っていたのがパナソニックです。実際には子会社で開発をしていましたが、そしてそのチップを最終製品メーカー、例えばデノンに出荷して、デノンがそれを搭載した AV アンプを発売すると。先ほどご紹介した X4700H は2020年の7月下旬に発売されています。このモデルは 2.1 のほとんどの機能に対応しています。QMS にも対応していました。で、このパナソニックの半導体事業なんですが、実はですね、2019年の11月末に売却が発表されました。それが先ほどの台湾のメーカーです。そして約1年後の2020年9月には売却が完了しまして、会社名がヌボトンに変わりました。なので、AV アンプが出た直後に、そのチップを作ったメーカーが他の会社に変わってしまったという状況です。そして、その直後に 4K120p で画面が映らないというバグの問題が発覚して大騒ぎになったと。ただ、この場合は画面が映らないという致命的な問題でしたので、ヌボトンは対策チップをおそらく大急ぎで作ったんじゃないのかなって思います。2021年5月ぐらいにデノンやヤマハなどの AV アンプのメーカーから対策済みチップを搭載した製品の出荷が始まりました。なので大体半年ぐらいで対策が終わったということかなって思います。で、その後、2022年の2月に 2.1A がリリースされました。この仕様の明確化によって QMS の問題が約1年後に発覚したということです。ここも疑問ですよね。おそらく 2.1A で明確化を行った。この明確化を発表した時点で 2.1 の QMS と 2.1A の QMS に互換性がないことは HDMI 2.1 を企画してるコンソーシアムの方では把握していたんじゃないのかなって思うんですよね。それが今回3月にメディアが報道するまで実際の製品を購入している消費者には伝わってなかったというのはちょっとどうなのかなって思います。で、メディアの報道の通り、このまま行くとヌボトンの新しいチップは2026年までリリースされることはない予定になっているようなので、そして今回の問題というのは画面が映らないというような致命的な問題ではないですから、急遽対策済みチップが出る可能性も前回に比べれば低くなってしまうんじゃないのかなって思いますので、それまで QMS の機能は使えないということになってしまうかなって思いました。最後にまとめとコメントです。まずもともとですね、2017年に HDMI 2.1 の規格がリリースされたんですが、その時に曖昧なこと、不明確な仕様があって、2.1A で5年も経って、明確化したんですが、なんでそんなに急いだのかなっていうのがすごい疑問なんですよね。2017年に規格をリリースしたって、それに対応した製品っていうのはほとんど市販されていませんでしたから、あんまり急ぐ理由もなかったんじゃないのかなって思います。まあ唯一可能性としては、8K テレビが HDMI 2.1 の必要性が高い製品かなって思うんですが、まあ QMS なんて細かい機能は特に大きな問題にならないという認識で、とりあえず見切り発車してしまった。そんな感じなのかなとも思いました。で、QMS という機能は先ほどご紹介しましたように、フレームレートが変わるときに効果がある便利な機能です。で、フレームレートが変わるというのは、映画のフレームレートが低い、そういうときによく使われる機能かなって思いますので、まあそういう映画を鑑賞する、そういう用途では、AV アンプの使用率っていうのは上がるかなって思いますので、そこでこの本来必要な QMS の機能が使えないというのは、なんかすごいもったいないなという気がします。とは言ってもですね、先ほどご紹介しましたように、2年前のバグの問題は画面が映らないという非常に致命的な問題でした。それと比べれば、QMS っていうのは確かにあれば多少利便性が上がりますけれども、なくても支障がないといえば支障がない問題ですので、対策済みチップが出る可能性は低いのかなという気もします。ただ気になるのは、今回2つ目の事例として QMS が動かないという問題が報道されました。果たして 2.1A で明確化された仕様というのは QMS だけなのか、それ以外にもあるんじゃないのかって2つも続くと疑ってしまいます。まあ、今回 QMS 問題になりましたが、これだってこの問題が他に波及する可能性ももちろんありますし、それ以外の
機能についても仕様の明確化で 2.1 と 2.1A の互換性が失われている、そういう可能性もあるんじゃないのかなと。この正式な発表がありませんのでちょっと不安だなと思います。というわけで今回は HDMI 2.1 の QMS 互換性の問題が発覚したという情報をお届けいたしました。まあ、そんなに影響は大きくない問題だとは思いますが、 2.1 これで2つ目の問題ですので今後も発生してくる可能性もあるのかなと思います。なのでそんなに急ぐ必要がないのであればもうちょっと待ってから、仕様が落ち着いてから 2.1 対応デバイスとかを買い替えていく、そういうのでもいいのかなという気もしてきました。今回はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。